明治安田 J3 リーグ第20節なら2の 2YS 横浜2024年7月7日ロートフィールドなら。奈良は2試合連続の引き分け、4戦勝ちなしとなった。開始10分で2点を先行したが、前半終了間際に1点を返されると、後半31分に追いつかれた。この日は、奈良市民デー、で、 元 AKB48 で舞台俳優としても活躍する大西桃香26が来場。スタジアムに花を添えたが、共に勝利を祝うことはできなかった。先行体制はきっちり気づいた。開始わずか3分で MF 堀内隼人からの縦パスに MF 田村亮介が抜け出し、GK をかわして先制ゴール。 4日に第1子となる長男が誕生した新米パパが、パパ1号を決め、チーム全員でゆりかごパフォーマンスをして勢いをつけると、同10分には MF 岡田有希が2点目。楽な展開へ持ち込んだ。だが、ボールを収めきれず、なかなか保持できずに追いつかれるのは前節の鳥取戦、ロート F と似た展開だった。勝ちきれる試合を落としている。 長男がこの日長退院し、初めて家族の一員として自宅へ迎え入れたその日にゴールを決めた田村は、朝帰ってきて、その日に点取りって、ゆりかごできて、個人的にはすごく嬉しいことと話したが、遠い勝ち点3には渋い表情。後半の最後みたいにみんなめちゃくちゃ頑張って、ああやって前に行ければセカンドボールも拾えるし、波状攻撃もできる。 前に行く姿勢というのがチーム全体として弱いかなと思うと自身も含めて課題を挙げた。